東日本大震災の発生から12年の歳月が流れました。大津波、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故は、多くの県民の皆様から日々の暮らしを奪いました。震災から12年が経ち、福島の復興再生に向けた動きが本格的に始まっているところです。それが地元の皆様や福島県および各市町村をはじめとする関係機関の皆様の絶え間ないご努力、ご尽力の賜物であることは言うまでもありません。原子力災害からの復興に向けては中長期的な対応が必要です。引き続き福島の本格的な復興再生、東北の復興に全力を尽くしてまいります。